こんにちは。今日ね、あんまり何を喋ろうか考えてないんだよどうしようかなって感じなんですけど、何喋ろう。なんかね、そう思い出した。今日はとりあえずね、前回と話した内容の復習なんだけれど、あれ前回話したっけな。ブログには書いたんだけどさ、この前火曜日にオンラインサロンやってたんだけど、オンラインサロンで私にとって鑑定とか 何かしらに私に関わってくださった方の、まあ、グルコンみたいな意味合いがあって、なんかせっかく鑑定とか受けてくださったのに、その後こう調子が落ちちゃうのがすごくもったいなくて、それってでも当たり前のことなんだよね。なぜかっていうと、やっぱりその人のやっぱりエネルギーに触れて、状態が上がるっていうところがあるから、自分一人で自力で頑張ろうとするとその元の状態にやっぱり戻りやすい。何せここのところに、元の状態のところに、思考、自分独特の心の癖 と、それにまつわる感情があるからなんだけれど、それで前回言ってたのが、なんかでもそろそろしんどいとそのオンラインサロン生さんが。で、何がしんどいかっていうと、その外の、世界の出来事に一喜一憂して上がったり下がったりするのがしんどいと。で、まあそりゃしんどいよね。そのなんかその外の世界です。なんか例えば彼がこう言ったから嬉しいとかさ、お金が入ってきたら嬉しいとかさ、お金が入ってこないから私ダメとかさ、やっぱそれすごいしんどいと思うの。ずっとだからなっていうと外の世界振り回されちゃうからさ。でまあ、私も実際そういうところ今でもあるし、そうなんだけれど、なんかで、まあ、そうだな、理由が分かるその一喜一憂もあるし、理由が分かんない一喜一憂もあるなと思った。でその、理由が分かる一喜一憂の場合は、まあ絶対パターンがあるんだよパターンがあるの、帝王とか艦隊とか持ってる、権力とか未経を持ってる人たちのパターンは、大体その、なんていうの、一喜一憂、外の世界に一喜一憂しちゃうものの、固定の感情は無価値感、罪悪感、無力感なんだ。で結構無力感が、無力感と無価値感も作用してることが多いなって最近思ってて、なんかさ、例えば これやっぱり言ったような気がするんだけど、この前の動画でもインスタライブに言ってたような気がするんだけど、なんかこの前、ツイッターを見たらもう異常になんか嫉妬した人がいて、私うわーみたいな、なんか自分がやろうかやる前か迷ってたりとか、なんかこうなりたいなと思ってたのをやってる人がいると思って超ざわついたので、ざわついて、でそうちょっと前の私だったらざわついた後、それを自分の、ガソリンにして動いたんだと思う。悔しい、だから頑張んなくちゃみたいな。でそれをもうやめようと思ったのなぜかっていうと、そこでそもそも嫉妬のより奥に起きてる思いとか感情っていうのが、やっぱり私は無価値だ、私は無力だ、だから、こういうことをやってる人がいて悔しい、私もっと頑張らなくちゃ、私はこのままじゃダメだっていうところから始まってるなと思って。私の嫉妬の場合、違う嫉妬もあるのかもしれないんだけど、なのでなんかその感情の使い方というか、それをモチベーションにするってことか、モチベーションにして生きる生き方はもう卒業しようと思った。
なんかなぜなら、なんかさ出だしがさ、だから無力感無価値感だからさ、やってても消えないのよどんなに成果を得てももっともっとになっちゃうの。だから、今最近やってるのはこう自分が無力感無価値感罪悪感から始めてないかな、これ本当に私がやりたいことをやってるかなっていうことを感じながらやってる、毎日生活してるんだけれど、で、なんかもう一個あったな、無力感無価値感で、それを丁寧にやってった結果次のことが出てきたのよ。で昨日とか家の整理をしてたの、主に片付けたのが洋服と本だったんだけれど、ちょっとねなんでそれ以外の文房具とか細々としたのはまだ手つけてないんだけれど、主にやったのが、本と洋服を片付けてたんだけどさ、まあ、本は割と片付けるの上手になってて、ただやっぱ洋服は思い入れがあって、でこう、あ、これはそろそろ卒業だなと思った洋服の種類たちが自分なんか言ってて笑っちゃうんだけど、自分の無力感をカバーするものだったの。私は強いっていう証明をしたい感覚が起きる服はもう卒業だなって思って、でちょっとなんか捨てるまでは行くのはちょっと躊躇したから段ボールにこうクローゼットから段ボールに移動したんだけどね。でちょっと3ヶ月ぐらい様子見てもいいかなと思ってるんだけれど、でふと思ったので、そのこれは取っとくもの、これは卒業するものって決めるときにその基準が曖昧だなと思って、で自分としては3ヶ月後ぐらいのもっと晴れやかでもっと本当の自分、あ、そう、本当の自分っていうのはね、今私が言ってる本当の自分っていうのはこっちのなんかこのいろんな自分を全て俯瞰している統合している自分ってことを言ってるんだけれども、その全てを俯瞰しているワクワクと生きてて喜びと愛にこう何て言った実感、毎日毎日毎週毎週実感している自分でなっていると見た時に、何が言いたかったかっていうとっていう自分が、そうだ、分かった、思い出した、イメージできないと思ったそこに結構ちょっとショックを受けたんだよね、あれみたいな、私本当の自分になりたいと思っているけど本当の自分ってイメージできないぞって、洋服を通して、洋服をこう仕分けることを通して本当になりたい自分がイメージできてないぞっていうことにぶつかったみたいな。だからなんかすごくなんか選ぶ基準がよく分かんないのね。で、と思って、私本当はどう生きたいんだろうと思ってふと。で、ちょっと固まったんでね、昨日の夜。で、今朝、ああと思ったのが、私、なんて言ったらいいのかな。実は、ワクワク生きたいと思ってて、ワクワク生きることを自分に許してなかったかもって思い始めたんだよ。自分を好きになりたいって言いながら、なんて言ったらいいのかな、やっぱりまだまだ、嫌いなところっていうか、なんて言うんだろうな、自己肯定感が低いと言えばいいのか、好きの度合いだな、好きの度合いが低いぞって思ったので、それはどうしてかっていうと、なんかそうそうそう、私ねすごい、去年の冬ぐらいからハマってるものがあって、恋愛漫画とエロ漫画にもハマってるんだけど、エロ漫画そろそろ卒業してきたんだけど、恋愛漫画まだまだ卒業できてなくて、なんでこんなに読むんだろうと思ったら、
やっぱり私は私のことをもっともっと好きになってもっともっと愛したいんだなっていうところに気づいて、だからそれがなんていうんだろう、そこの自分への愛というのか自分大好きっていうのがまだまだ弱い、つながりが弱いからつい分からないし、どういうふうに自分のことを愛したいのかとかどういうふうに好きになりたいのかっていうのが受け入れてない、具体的に知りたいから、どうもエロ漫画と恋愛漫画にハマるだっていうことに昨日、ああそういうことかって昨日気づいて、ちょっともっともっとなんか自分のことを好きになって自分を愛してあげて自分にもっと喜んで生きていいよとか、もっとワクワクして生きていこうよっていうのをなんか与えてあげたいなと思ったので、ね、なんか、なんでそこに今まで至らなかったかっていうと、やっぱりまだまだなんかほんと外に向いてたんだなと思って、お金がなければ幸せにならないとか、お金がなければできないことが多いからワクワクなんて無理とか、あと夫との関係が良くならなければワクワクできないとか幸せにならないって本当思ってたなと思ってて、で今はそうそう今ねそう思って、じゃあ今どうなのって言ったら、いや全然なんかゴタゴタしてるし全然なんかなんて言うんだろう、お金とかもすごいうまくいってるわけでは全然ないんだよ、ないんだけれど、なんかねその現実をね置いておけるようになったって言えばいいのかな、ああ今現実はそうなんだなみたいな、だけど私今すぐ幸せになってもいいんだなみたいな、今すぐ今の状況の中でワクワクをどんどん選んでっていいんだなって思える幅がめちゃくちゃ増えて、だからなんかより、そうそう、だからね、夫との関係で夫がなんか機嫌よくなってるわけじゃないの全然で、なんかすごい不登校のことで家の中ゴタゴタしてるしなんだけれど、なんか私がその無力感でもう生きるのをやめようって思ったり、だから無力感で生きるのをやめようとか自分がこうされてないのは無価値だみたいなのを思うのを、そういうレベルで生きていくのをやめようって思った時から、なんかね圧倒的に夫と競わなくなったし、なんか変に見下さなくなったっていうのか、なんか私の方が偉いのよとか私はできる人よっていうなんかご利用し感とかなくなって、すごい素直にありがとうとかごめんなさいがさらに言えるようになって、なんかあんまり揉めることがなんか波風立つようなものがないなくなったって言えばいいのかな、でもうとにかく自分の状態に意識を向けてるから、相手が何を言っててもあんまり巻き込まれないって言えばいいのかな、でなんかこういう自分を私ずっと求めてたなと思って、心の勉強を始めたのってこの自分になりたくって、私学んできたわと思って、だからどういうことかっていうと、どんな人の前であれどんな状況であれ自分が自分らしく幸せにいること状況に左右されない自分っていうのになってきてて、すごく今楽だし幸せだなって思ってます。なので、ちょっと今苦しいなって思う人がいたら、そのあってね、無力感とか無価値感とか罪悪感を持ってると、私もメリットがあったのよ。例えば罪悪感を持ってれば悪い人にならないだし、無力感を持ってればだから頑張るモチベーションにしてたし、だから無価値感を持ってれば、無価値感を持ってたら何が良かったのかな、無価値感を持ってたらもらえると思ってたのとも愛をなんだけど、それって本当に
真逆の方、自分が本当に行きたくない方向に行っちゃうんだなって深く深く気づいたので、もうこれはやめよう。私は本当に今この瞬間を幸せに、ワクワクと、であとね、昨日気づいたんだけど、人生修行だなって思ってたなと思って、なんか人生は苦しいものって思ってたなと思って、それもう本当にやめようと思って今更なんだけど、で今なんかただ幸せに、ただ本当に自分がやりたいと感じていること、それがなんだろう、次の瞬間に正解であるかどうかわからないんだけどね、ただ自分が違和感を感じていることで、これを知りたいなと思っていることに貪欲になったり、この人とつながりたいなと思っている人とつながったり、こういう風になったらいいなと思うことを純粋に感じて信じたり、そういう、時間を大切にしているから、すごく今何が変わったわけでは何にもないんだけど、今すごく幸せなんだよね。だから、今すごくなんかしんどい状況があるとか、あと一喜一憂してるっていう場合は、本当私の心は何から始まってるのかなって、本当にしたいのか、ワクワクしたいのか、幸せっていうレベルで始まってるのか、それとも無力感を何とかしたいとか、無価値感をカバーしたいとか、罪悪感で始めてるみたいな時は、まあしんどい方向に行っちゃうから、よかったら手放してみるのもいいかもよみたいな感じのことを今日お伝えしたいなと思いました。でね、以上なんだけどさ、なんか質問ある？質問あったら質問して。なかったらおしまいにする。ミカちゃん、終わっちゃう。幸せにワクワク生きていこう。あ、そう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 、一つだけ本当ね。で、そのなんか重たいなって思う時って、2パターンあるなって思ってて、だからそのもうがっつり自分の心の癖である無力感とか無価値感とか罪悪感から始まってる場合と、なんか今日重いみたいなあれみたいな、なんかやってたっけみたいないうパターンがあって、そのあれみたいな、なんか違うぞみたいな のパターンは暦結構関係してる場合が多いなと思ってて、だから目に見えないその運とか気の流れって言えばいいのかなっていうのが影響してるなと思ってて、そっちの解明を今頑張って進めてるところだよ。なのでちょっと、そこをやっぱりちょっとね、なんていうの、自分一人の力でちょっとやっぱ解明できないんだよね。だからちょっとモニターさん募集したいなと思ってて、これってどうだったみたいなっていうのの実験に加わってくださる方を、ちょっと今すぐじゃないんだけど今月中くらいにできたらいいかなと思うんだけど、募集してみて、その毎日だったり毎月だったり毎年変わるその気の流れと上手に自分が流れに乗っていくみたいな、なんかやっぱりさ、あれ起きたら気がなんか気分重たいとか、なんでこうなっちゃうんだろうって、なんか無力感でも無価値感でも罪悪感でもなさそうなんだけどなみたいな時ってやっぱりあるなと思ってて、やっぱ女性の体って柔らかいからさ、感受性強いから、なんかそこのなんか目に見えない流れとこう同調していく生き方みたいな、柔らかい生き方みたいなのをちょっと暦で提案していきたいなと思ってます。そんな感じだよ。じゃあ何か質問がなかったら今日はこれで終わりにしたいと思います。最後来たなほこさん、ごめんって感じで、今日も一日、皆さん素敵な一日に。
ゃあなんか質問がなければバイバイでありがとうございました。うん、そうなんだよ。なんかね、気の流れがある。あ、本当なんかね、あのひろこちゃん、このなんて言うんだろう、色はさ、しっくりくるんだよすごく。だけどなんかね、赤とかね、オレンジは着れるんだけど赤とかね、なんか着れなくなっちゃって段ボールに入りました。あ、本当やっぱりあの艦隊カラーってあるのかも。艦隊ちゃん好きなんだと思うよ、こういうブルー、薄いブルーじゃなくて自分を際立たせてくれる色っていうのはやっぱり好きだなと思います。チャクラか。多分なんだろう。嫌いではないんだけど、あ、なんかねこういう感じだな。目覚めた自分で生きていくにはその無力感をカバーする、今までやってたゴリ押しの私っていうのが卒業していく感じかな。あ、そう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 、第一チャクラはいいと思う。第一チャクラは終わったとは思わないんだけれど、第一チャクラのエネルギー、だから怒りとかもすごく大事なんだけど、そこだけのパワーに頼らなくてよくなってきたって感じかな。第一第二チャクラはね、ちょっと前までよく見たね。うん、本音の自分にはすごく向き合ったなって感じで、ただそこの自分とさらに統合していく今流れに来てるのかなって感じかな。うんうん、怒りも大事、情熱になるからだし、本能的だし、生きる力だから、何クソっていう力かな、何があっても生き抜いてやるっていうところがないとやっぱりちょっとね、弱いは弱いなと思う。ただそこを統合して次の流れに行きたいって感じかな私は。うんうん、そんな感じで、だから決して怒りが悪いとか本音が悪いとか、あの赤が嫌いっていうわけじゃなくて、なんていうのかな、そこの自分のとは、そこの自分はね、出そうと思えばすぐ出る出そうと思えばすぐ出るけど、そこの自分を探求したいっていうところが終わったんだなって感じかな。だからもし力が弱い、私は力が弱いって信じてる人は、自分の怒りとか本当の強さ、根太い強さみたいなのと向き合うために、怒りと向き合うっていうのはすごくいいことだなと思って、やっぱり怒りってブレイクスルーなんだよと思います、うん、なので赤が嫌いっていうわけじゃなくて、そこの証明をしなくても良くなったって感じかな。そんな感じです。ありがとうございました。何回もしてる。いいよ。のりちゃんありがとう。そうだね。ちょっと今すぐじゃないんだけど、そう、毎日の気の流れに乗っていくみたいなのは募集したいと思います。そのうち今月中かなって感じだけど、みんなでこの目に見えない流れに乗っていこう。より楽にね、女性らしさを発揮して、うん、魅力感手放して決めちゃう。すごく楽だよやっぱり。豪財帝王とか艦隊は無力感がっちり捕まってると、無力感の証明をするために人生過ごしちゃうかもしれない。それはとってももったいないと思う。もう
さ、ケミちゃんやればできる人だから。じゃあね。